池田崎のラクラクエクササイズ今回はこの方にも挑戦してもらいますはい、川南も体験しますえ、5月になって散歩をしたりお出かけをしたりするのにいい季節になりましたねそうですねそんな方にぴったりのエクササイズです今日のテーマはコリをほぐして元気に外出簡単なエクササイズですのでテレビの前の皆さんも一緒に行っていきましょう まずはツイストヒップタッチですお尻を右と左へツイストしましょうそこに両手でお尻をタッチできますかそうですそんな感じですポイントはお腹周りの筋肉を動かすことを意識しましょうそうです慣れてきたら手をお 大きく動かせますかそう天井へ伸ばすようにさて可能な方リズムを変えていきますよはじめはゆっくりゆっくり,くゆっくり早く3回トントントンはいゆっくりゆっくり早くトントントンではやってみましょう まずお尻を右とそうです左へツイストしますそうですそうです、はい、そう上手、はい、そこに両手でお尻をタッチしていきましょうタッチそういいですねいいですねバッチリバッチリお腹をギュッと意識しながら、はい、で慣れてきたら手を大きく動かせますかよいしょそうです さて、テレビの前の皆さんもできてますか。両手で、天井を触るようなイメージで。そうです、大きく動かしましょう。慣れてきました。慣れてきました。慣れてきました。大丈夫そう。はい、大丈夫です。では、リズム変えてやってみます。はい。ゆっくりを二回。早いのも三つ。はい。いきますよ。せーの。ゆっくり。ゆっくり、早く。 トントントン,トンですはいゆっくりゆっくりトントントン,トン,トン,トンもう一度いきましょうかゆっくりゆっくりトントントン,トンいかがでしたか南さん結構ねこの脇腹に効きますね普段使ってなかったんだなっていうのがねわかりましたいい運動になります次は肩回しです 右手は前に回します。そして、左手は後ろに回せますかそうです、そうです。では、一緒にやってみますね。せーの、よいしょ。そうです、右手は前回し、左手は後ろ回し。反対にもいきますよ。今度は左手が前で、右手が後ろです。 反対回しをすることによって、頭の運動にもなります。ポイントは肩を大きく回して血行を良くしましょう。では、やってみましょう。はい、はい、右手を前回し、前回しそうです。左手を後ろ回し後ろ回し。では一緒にやってみますよ。はい。 せーの、右手が前そそうあ、あってますあってますあってますテレビの前の皆さんクロールになってる方いないかしら反対回しも行きますよ反対ですね今度は左手が前で右手分かんなくなっちゃうあ、クロールになってますねこれクロールか待ってくださいねこれだとどっちも前ですもんねそうですそうです 左手があそうですそう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 できましたよかったよかったこれあの池田さんのお手本見てたら意外と簡単そうだなと思ったんですけどやってみると分かんなくなっちゃいますね難しい、ね、<laughs> 池田さんありがとうございましたありがとうございましたこれでお出かけの準備はバッチリですねはい準備運動できました以上ラクラクエクササイズでした